ホンダ CB、ホンダ CB50、CB50 は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。なお、本港では、本モデル販売以前に開発された便利 CB90 についても解説を行う。t ボンフレームに、株系エンジンを搭載した SS50 の、後継モデルとして、同社の4ストロークエンジンを搭載する、ロードスポーツモデル CB シリーズ最小排気量50。 CC クラスのエントリーユーザー向けとして1971年に発売された。1978年モデルの便利 CB50、JX までが便利のペットネームを付帯する。1980年代前半に、原動機付き自転車クラスのロードスポーツモデルが、のきなみにストロークエンジンを搭載した 7.2PS での馬力競争となったことから、1982年に、 AC03 型 MBX52 へ移行し、生産終了となった。CB50J 日本国内使用 JXI に、街灯、車体色、二人乗りシートなどに、再数度のモデルチェンジが実施されたが、交換パイプ製ダイヤモンド型フレーム、空冷4ストロークにバルブサイチェシー短気筒エンジン、50cc クラスでは、初搭載となる分離型機械式タコメーター5速リターン式、 マニュアルトランスミッションメガホン型マフラー、プライマリーキック指導装置などの装備は全、モデル共通仕様となる。また本モデルは、日本国内のみならず、海外にも輸出されており道路交通法などの法規が適用されないために、シートやタンデムステップを装備する、二人乗り仕様や、車体色に際など細部で、日本国内向け仕様との相違点がある。エンジンは、 ショートストローク型ゆえに最高出力を 1500rpm で発生する高回転ユニットであるが、その後、モデルキャラクターに合わせて、カムプロフィール、圧縮比、キャブレーター、点火時期などを変更するチューニングを施し、以下の日本国内向けモデルにも搭載された。最後まで生産されていたエープは、フルトランジスタ式バッテリー点火装置3、3元。 触媒内蔵液造ストマニホールド PGM5 電子式燃料噴射装置などにより平成18年自動車排出ガス規制までは対応したが2016年7月1日に施行された欧州ユーロ4と WMTC を参考とした規制値及び区分の平成28年自動車排出ガス規制をクリアすることが難しいことから 密的合計属生産者の期限となる2017年8月31日に生産終了となった。以下の仕様並びに特徴を持つ便利 CB50 を生産目標4000台月標準販売価格75000円に設定し、同年6月1日発売。全ブレーキを置き換え式、ディスクブレーキに変更した便利 CB50JX を追加するとともに、 以下の変更を実施。前輪ブレーキを機械式、ディスクブレーキに統一し以下の仕様変更を実施した、便利 c b 5 0 j x i へモデルチェンジ。社名を便利 c b 5 0 j x に再変更するとともに、車体色を以下へ変更。以下のモデルチェンジを実施。フレーム色を黒塗りから銀へ変更するとともに、生産終了1970年1月14日、 発表、同月17日発売。生産目標1万台、月、標準販売価格9万円に設定。最高出力 10.5PS、1万 500rpm、最大トルク 0.76kgm、9000rpm を発揮する 89cc エンジンを搭載する。二人乗車可能なため全長 X 全幅。 X 全高イコール 1.885X0.750X1.015 ホイールベースイコール1.205メートルと CB50 に比べやや大きい車体を持つ1972年4月10日発表同月11日発売で一家のマイナーチェンジを実施日本国内使用は CB125JX へ発展する形で1975年までに 生産終了。海外向け輸出仕様は、排気量を 99cc に拡大した CB100 へ、モデルチェンジされ1978年まで生産された。ありがとうございます。